アなみません、ひこっちです。です。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、8月のラストの週もキャンペーンでお得にということで、今週もやってきました。来週月曜日から1週間で開催されるキャンペーンのまとめ動画ですね。今回は1週間とより8月いっぱいまでのキャンペーンのまとめということになります。一応、来週は9月1日もあるんですけども、まだ9月のキャンペーンが明確に発表されてないということですので、ご了承ください。それではサクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、今回のペイペイからですね、こちら8月のワクワクペイペイのラストの週ということで、8月31日まで開催中、11時から14時で飲食店、スーパー、コンビニ、そして10%から20%の還元、今回もペイペイチャンスもありということで、20%のペイペイの還元はラストの週ということですので、まあ、張り切って購入のしすぎには控えたいところではありますが、もしたくさん購入する場合は保存が効くものがいいと思います。ちなみに僕のペイペイチャンスの状況は現在10回当たってないので、順調に外れています。 次はこちら、セブンイレブンで開催されるペイペイ、ラインペイ、メルペイの3社合同キャンペーンですね。期間は9月の15日まで、毎週最大300円相当がお得ということで、それぞれ101円以上の支払いなどが条件ということになっています。ペイペイは100円相当が翌月の20日前後に還元されて、ラインペイは毎週月曜日に 100円のクーポンがもらえます。そして、メルペイは100円相当が使った翌日に還元されるということです。まあ、以前動画でもお伝えしましたが、3社合同キャンペーンは、楽天パシャやテミテというサービスと組み合わせるとうまく使えたりします。一応下の概要欄にリンクを貼っておきます。次に D 払いですね。こちら7を除くコンビニ限定のキャンペーンがラストの週ということになってます。専用ページでエントリーが必須。8月の31日まで、対象のコンビニやローソンやファミリーマート、ポプランなどですね。で、D ポイント20% 10%還元で進定上限は5000ポイントまでで、もらえるポイントは D ポイント期間用途限定ということでまあ一つ前の動画でもお伝えしましたがこの週はイオンカードと組み合わせて使うのも有効的かと思いますそして D バラに関連して次に D ポイントですがこちらも D ポイントスーパーチャンスということでエントリー必須実質最大3%還元今月いっぱいの3 8月の31日までで上限が1万ポイントとなっていますで、もらえるポイントは D ポイント期間用途限定ですね次に楽天ペイこちらは楽天ペイに楽天カードを設定したら期間 中実質最大5%のキャンペーン第2弾が開催中ということでこちらは9月の30日まで開催中そしてえ専用ページでエントリーが必須対象店舗で10%還元というのもあったりするので、まあ、東急ハンズとか杉薬局とかですねあとはムビチキの15%還元もありますまだ夏に見れてない映画がある方はぜひですねムビチケで映画を見るのもいいと思います 次にメルペイですね。メルペイではドラッグスターのお得なクーポンも出ていまして、杉薬局の200ポイント還元、こちらは9月の2日まで、ウェルシアグループで使える20%還元、こちらは9月の11日まで、松木用の20%還元、こちらは9月の30日までとなっています。現在メルペイはこちらのメルペイジャンボキャンペーンという企画も開催中ということですので、まあ、こちらと組み合わせて使うのも有効的かと思います。そうしましたら最後のまとめです。ペイペイの10%から20%還元が今月いっぱい、三社合同セブンの100円還元が9月の15日まで、 で、D 払い。そして D ポイントの還元は8月の31日まで。そして楽天ペイの、えー、キャンペーン。こちら5%から10%還元。メルペイのドラッグストアのクーポン。そしてスマホ決済ではないんですけども JCB の20%キャッシュバック。イオンカードの最大20%キャッシュバック。 こちら8月に関しては25日から31日まで、そしてアメックスの家電やホームセンター、あとはあなたの街でキャッシュバックというキャンペーン、それぞれ20%のキャッシュバックキャンペーンということですね。まあ、このクレジットカードのキャンペーンについては対象の方やそうでない方もいらっしゃるので、しっかりキャンペーンのページをご確認した上で使用してみてください。まあ、そんなこんなで8月最後のキャンペーンのまとめ動画でした。まあ、9月になるとボリュームがガクッと減ると思われますが、徐々にまあそれに慣れていくように僕も計画的に使っていきたいなと思います。まあ昨日と今日 ちょっと気温が低めでしたが季節の変わり目は、まあ、体調を崩さないようにまた月曜日からも頑張っていきましょうということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました